大阪市西区土佐堀一丁目と北区中野島二丁目を結ぶ土佐堀川に架かる四つ橋筋の橋。橋の周辺は高層ビルが林立する大阪有数のオフィス街のため橋そのものより周辺一帯を指す名称として使用されることが多い。橋の南詰めに日後橋駅がある。江戸時代を通じて河橋地点は現在と異なり、 西横堀川東岸の横堀筋北端から中野島へかかっていた。橋の北爪に、日後熊本藩の倉屋敷があったことから日後島と呼ばれて町名にもなっており、町名もこれに由来する。なお、熊本藩の倉屋敷は、原禄期に中野島西部の越中京北爪へ移転したが、町名はそのまま残った。1885年の淀川大洪水で流出し、 1888年に渡辺橋とタイになる現在の位置に掛け替えられ、鉄橋となった。1926年の第一次都市計画事業によって中央部スパン27.0メートルのコアーチ、両側に兄弟兼用のコンクリートアーチの橋が完成。衣装の様式はスパニッシュルネサンス式と呼ばれる。1966年に 地下鉄四つ橋線の建設に伴い、現在の橋に架け替えられた。2003年に橋面と高乱部の改修が行われたが、その際、1966年に架けられた、当時の親柱が橋の南詰東側に保存された。渡辺橋と合わせた、検証費も渡辺橋南詰東側に設置されている。 日野橋国土交通省近畿地方整備局大阪国道事務所2020年7月11日閲覧ありがとうございます。